今日のマリオの誕生日会来れる LINE しといた、ゼロクラって何だって俺ね、あのレクサスの RX しか乗りたい車ないもん、個人的に、じゃあそれ買ったとしてマリオ何乗るのって話だから、で自分で買えないでしょ車、困るよね。俺はもうね、それしか興味がない、乗りたい車ね、ダルギでハイソカーがかっこいいんだよ。ハイソカー、 A さんちょっとわかんないです。ちょっと A さんフォローします、フォローしてください。ハイソカーって何、ハイソカー、ハイソカーって何、かっこいいしおしゃれじゃない、だから SUV がいいよ、 SUV おしゃれじゃない、だから機長の車もおしゃれじゃん、SUV がいいよ、乗ったことないしね、おはようございます、プリウス、寝てないの、ね、寝れなくてね最近。でも RX 買って、でもそれマリオに乗せれないな、預けれないな、どうしよう、ももくんとこで買ったとして、2台買う、いや車自分で無理よさすがに、だってマリオはあのプリウスずっと乗りたかったんだもん、まあでも今の家でね、レクサスもちょっと合わないよな、エーデルハイムでね、この家に合わないよね、もう直してもらう、中古の部品でどうする、かなり損、引っ越しもね、引っ越しもしたいよ、で猫ちゃんね、猫ちゃんに囲まれて生活したいっていうのが目標だって、みんなね、俺とはどうせ暮らしたくないんだよ、そういうことでしょ、みんないなくなる、一人ぼっち、もう俺のマネージャーなんか誰も務まらない、そうでしょ、疲れるよね、無理だよ、狭いからいなくなる、大きい家なら一緒に暮らしてくれる、法人で買うなら新車にしとけ、でもジェリーさんに1000万までって言われたよ、でも新車で買うならって飽きるからね、もうリースで買おう、リース、和道が立候補したい、和道さんならありかも、でも詐欺師でしょ、危ないよね、でも
配信者としてまあ尊敬してるから、まあリタで試そう。リタ来るから今日、しばらく家にいてもらおう。俺ももう寂しいし、減らっちゃう。まああかんわ。なんか久しぶりにさ、配信でおならした。変わったな俺って。ふわっちん時さ、プー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 平行きながらさ配信してたのに、ニャインさんジャグラー打たないっすよ。もう正直全くねえ、やっぱ興奮しないっていうか楽しくない。それ海外行ってね、裏物でもやれば面白いんじゃないですか。うん、海外行って、うん、したらね、海外行ったら自動でリールが回ってピャン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 ね、うん、でレートも高いのでピャン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 出たらそれ楽しいかもしれないですけど、普通のはねちょっと、うん、池津くん、うん、あと俺がまだね心を許しきれてないから、リタちょっと試してみるわ、うん、リタね、マリカーでたまにお会いする方ですか。違ったらすいません。どういうことなの。マリオカートの通信プレイで01っていう人にお会いしてるの、あなた。どういうこと。それかマリオカートのキャラクターに似てるってこと。初見さん、うん、違ったみたい。で口が臭いっつうか胃が荒れてるんだよ多分ね。結構ストレス抱えてるんじゃない。うん、ニコ生当初誰が、リタ、え、なすごい連投してんだけどこいつ。何あいつって誰だよ。連投すんな、おい、こら。こっちが燃えてる。誰と、おはよう。でも個人情報取り扱うことない。だってグッズだってハルコさんだしね。個人情報取り扱うことは今ここでやってないから大丈夫っすよ。誰かと結婚したら、だからもうふわっちにはいないからね、結婚相手って他で探さなきゃいけなくて、で TikTok もちょっといないね。だから一般で探さないとね、もうネットじゃ無理でしょ。ネットじゃ向いてないよね、うん、向いてないで、あきこママがね、養分の子供可愛くないって言ったって本当。さっきパルから聞いたんだけど、それ本当なので、原田さん嫁募集したら7人来たらしいよ。7人、クリア気をつけろ。一生大丈夫っすよ。
税金ちゃんとやってるんで、うちは。スパークのこともボロカス言ってた？なんて。なんなあいつ。なんつってたの。何スパークとユイトくんのこと言ってたの、うん、面白くなかった。あの別れた2人をね焼肉屋で予約して引き合わせてるお前が一番つまんねえよ。そう思わないね。何がしたいの、うん、面白くないとか言って、あのさ、しかも見に来てたんだよ。見に来ててそれ言う、うん、あの毎週なんか月曜日にね炎上飲み会しかできない人に言われたくないわ、はっきり言って。そうじゃない、うん、でゆいとくんは俺あんま人の子可愛いと思わないけどめちゃくちゃ可愛い。うん、もう許せないね。さすがに。うん、ゆいとディスるやつは。うん、あれマジで可愛いじゃん。うん、俺がね奥さんがいたらね、なんかあったらもう引き取ってね育てたいぐらいだよ。うん、それぐらい可愛いよゆいとは。あれはねふわっちの宝で、ゆいとは配信王になるらしいよ、うん、配信王、うん、あなた嘘つきね。これちょっと鎌っぽいからブロックしとこうね。こいつ怪しいやこれ。ルイージの子供あんま見てない、うん、ユイとは障害者言ってないんじゃない、養分のことを言ったんじゃない、うん、ひどいよね。だってはっきり言っていい、なんか俺たちってさその LGBT の方にすごく気を使って発言もしてるし喋ってるじゃん。それで調子乗って何でも言いたい放題だとこっちも言いたくなるよね、ぶっちゃけ。どんだけ配信者が気使って喋ってると思ってるの、そういう人たちと立ててると思ってるんで普段から。うん、それで勘違いしないでほしいよな。うん、うん、ぶっちゃけ。でやたら口悪い人多いしね、うん、少しは気遣って喋ったらいいんじゃないですかね、うん、うん、つなちゃんのことは俺病気だと思って、じゃ治療した方がいいと思う。あれはアルコール依存症で、なんかアルコール依存症になるとなんか思い込んだり自分の世界観にどっぷり入っていくじゃん。そういう危険な状態だと思う。だから俺ね本当にツナは将来は危ないと思うよ、うん、今はほのめかすだけで済んでるけど、もういよいよどん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 自分の世界に入ってったらおかしくなりそう、うん、いやユリアちゃんのタイプとはまた違うね。いや入院レベルだよ、重症だよ。いや俺ねお酒で失敗してお酒やめてよかったなと思う。配信中はもう飲まないようにしてるし、それ慣れたからね、うん、だからねお酒ってねやめれるからね、意思次第で。本当にでリスナーさんやめなくていいよ。リスナーさん楽しくお酒飲んで配信見たらいいんだよ。でも配信者はリスクが高い。リスナーさんね酔っ払ってね
コメントで暴言吐こうとね、大したリスクじゃないけど、うん、昔配信中毎日飲んでたよ。あのワンワンみたいにコンビニで、ね、あの氷のコップにストロング入れて飲んでたよ、仕事終わりで。酔っ払って配信してた、うん、毎日だよ。あのレオパレスに住んでる時ね、仕事してる時、みんなが知らない時代の時ね、毎日酒飲んでた。したらやっぱテンションも上がるしね、配信も盛り上げれるんだよ、テンション上がるから。で自分がお金持ちだと感じないね、上には上がいるから。最近特にもう上には上がいるじゃん。でインフルエンサーとかね、すごい有名な人とかと TikTok で戦ったり絡んだりしてるから、やっぱ自分がちっちゃく見える、うん、でちょっとなんか弱気になっちゃうね、やっぱ、うん、弱気になるね。まあなんせ難しいね、うん、でネタバレするとロレックス買ってない、写真撮っただけ。いやで、ふわっちではちょっと大物感出せるけど、もう向こうじゃね、そんなね貫禄もないよ、ぶっちゃけ、うん、正直で悔しいよね。でこっちみたいに偉そうに人も評価できないしさ、お前が言うってなっちゃうから、うん、そんなね TikTok 民にリスナーさんにそんな認められてないからね、まだ、うん、それはバカにされるよ、まあ、バカにつか仲がいいからこそあれやけど、いじられてる。何？いや、今日あげる。今日。で、自分が欲しいもの買った。俺今ね、今一番欲しいなと思ってるものを逆にマリオに買ってあげた。ただ、いろんな種類があって、やっぱ金額もね、ピンキリだから、まあ真ん中ぐらいのやつ買いましたね。真ん中ぐらい。うん。なんか41歳ね。TikTok 民 A さんいてくれてるんすか、 TikTok。 Apple Watch じゃ安すぎるでしょ。でこれ知らないとね、これもらったんよ、マリオさんに。このこれ何インチだっけ、62インチかなんかので、このテレビ台もね、これもらってるからね、これ相応のもの返さないと。そうでしょ、これもらってるからね、うん、でこれを見てね、いつも寝ながらアニメ見て、で最近は「進撃の巨人」をもう一回最後の方見てる、うん、安い？ありがとうねって、社長ファンタスティックナイス、ありがとうございます。いいんすか社長、ありがとうございます。最後、いや最後を漫画で見たけどアニメで見てないから、今進撃の巨人、あれ面白かったよ、あれなんとかさがなんだっけな、あれもう見た。で今日は、まあ、パル来たし、ちょっと配信しようかなと思って。6万で買えないだろ、お前、61インチ、ヴィンランドサガね、でシーズン1が神がかってる、マジで面白い、買えないから。マフラーを巻いてくれてありがとう。え？テグさん？
マフラーを巻いてくれてありがとう。ん？どういうこと？ミカサ？ミカサの言葉？知らへんなの。進撃巨人の名台詞？最後のネタバレか。ネタバレやめて。どんだけ戦う？俺多分大とテレビで20万は超えてると思ってる。俺の感覚的にはね、20万はいってると思うよ。新品だし、しないするから、本当にいい加減にしてね。もう人が買ったのを下げてさ、10万以下やばいね、お前ら。本当なんでマリオをそれ下げようとするの。2万で買えるわけないじゃん。でパルの新居祝い、これもう最近出費がでかいな、パルってなんか欲しがってた？パル、うん、お腹ポッコリ恥ずかしくないの？全く恥ずかしくないよね、俺。腹出てたわ、気がついたら、腹出して配信してるの。腹出てるしな、キャラシアン可愛いだろ、触りたいよね。マリオ思ったように。でもみなみちゃんと付き合うのは想定外だったね。さすがに俺付き合えないと思ってたけど、ちょっと想定外のことが起きてしまってるね、でパルの佐藤さんもちょっと想定外だね。パルと佐藤さちゃんはパルとスケロクちゃんみたいになるのかなと思ったんだよ、セフレみたいにね、まさか想定外だね、離れていく。あ、おはようございます。おはようございます、ももくん。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、お休みの日に朝早くから。いや、仕事ですよ。あ、仕事です。仕事です。今大丈夫ですか？お忙しくないですか？全然いいですよ。ちょっと聞きたかったのが、最近、ちょっと事故しまして、で、向こうの保険会社からもう10対0って言われてる状況なんですね。で、今の乗ってるプリウスが、なんか今の価値だと48万円ぐらいで、で、その事故の修理、後ろから衝突されたんですけど、それを修理すると、まあ、その時価額を超えると。っていう状況で、それ全損にして廃車にした方がまず得なのかなっていうのをちょっと聞きたくて。どっちにしても多分全損扱いになっちゃうんじゃないかなと思う。あ、全損扱いになっちゃうんですね。うん。それはだから美味しいんですか？いや、プリウス、まあ、40ちょっと美味しいかなっていうぐらいで。ちょっと美味しいかなぐらいなんですね。ほぼほぼ、プリウス正直高いんですよ。あ、高いんす。何年車ですか、今乗ってるの。何年車、15年式ぐらいだと思いますよ、多分。相当古いっす。相当古い。じゃあ30前期ですね。あ、30前期、そしたらで、走行18万キロ、まあ、じゃあもう、価値的には買い取りで言ったら20万ぐらいかなって。あ、まあ倍ぐらいは出てるから。倍ぐらい出てる。うん、そうなんすね。だからまあまあ全損扱いになって、はい、っていう感じですね。で、なんか自分の保険屋さんが言ってたのが、はいはい、なんか50万以上の修理代がかかると何か、はい、保険が下りるみたいなことを言ってたんですけど、それってどうなんですか？それ何のやつなんですか？わかります？
いや、それね、多分ね、その入ってる保険によって、はい、なんか特約とかいろんなのがついてるから、はい、それは多分ね、人それぞれ絶対じゃなくて、なんか僕特約入ってて、なんか、なんかの特約が多分ついてるんだと思う。50万円超えるとなんかお金がもらえるかなんか、はいはいはい、ああなるほど。ってことはでも48万って言われちゃったってことだ、あの車自体の価格が。だから中古の部品で直すとそれを超えないから修理できますと。でも新品の部品でやるとそれを超えちゃうんで全損扱いになるって言われたんですよ。そう、それでそれをねごねても基本的にもうその新品じゃないじゃないですか、車がね、もう十何年経ってるから、はい、いやいや新品、例えばこれが新車で買ってまだ1年2年しか経ってないって言ったら部品がないとかね、中古部品がそもそもないとか、はい、だから新品で普通は直すんですけど、はい、プリウスの場合はもう中古部品もたくさんあるし 年数も相当経ってるから、はい、あのそれを新品で直さないとダメだとかって言っても、はい、あのそんなの無理ですってなっちゃいます。でも廃車にしちゃった方がいいんです。そうですね、廃車にしちゃった方がいいです。でお金もらって新しい車買った方が、新しい車っすか、いやちょっとね車どこで買っていいかも分かんないですしね。新しい車あれした方がいいですよ。いいです、買う方がいいし、はい、あと経費で使った方がもったいないと思いますよ多分。そうっすよね。で知り合いもちょっといないんで、はい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 、何買ったらいいかな。何の車欲しいんですか。え、何の車欲しいんですか。もしかして車屋さんですか。ももも、いや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 遅いですよ前も言ってたのにそれですね、はいはい、あの、まあ、僕が乗るというよりは、はいはいはい、その普段ねマリオくんが乗ってるんですよ。マリオくん、マリオくんっていううちの社員がね車を一応管理してて、はいはい、で何かあると迎えに来てもらって送ってもらってっていう今そういう環境なんですよ。なるほどなるほど。だからじゃあもう運転手付きですね、はい、そうなんですけど、だからこそそんなになんか自分が欲しい車っていう か、 なんか愛着がなんかあんまテンション上がってないんですよ僕。あ、だから乗れたらいいかなぐらいなんですよね。で個人的に欲しいのはレクサスの RX が欲しいんですけど、はいはいはい、はい、で税理士さんに相談したら前、うん、まあ1000万ぐらい、初めての決算なんで1000万ぐらいにしといてくださいって言われましたね。なるほど。なんですけど今回買うのはその基本的にマリオくんが乗る車なんで、はい、特にこだわりとかはないんですけどね、うんうんうん、言うならもうプリウスでいいかなぐらいな。はいはいはい、はい、じゃあそれを踏まえた上で何かおすすめあります？あんまりいい車乗って例えばまた事故起きたとかだったらちょっと悲しいですね、はい、マリオくんが管理するんでそんないい車はいらない、いらないかな、はい、である程度あの広い方がいいですね。そしたら後ろに乗るんだったら、まあ、そうですね、広いできたらワゴン車ぐらいの、うん、ワゴン車ぐらい、アルファードとか、はい、アルファードとかね、いいっすけどね。ただマリオくんが管理するんで、うんうんうん、はい、いやアルファードはまず中古をおすすめしないんですよね。中古おすすめしない、うん、どうせ買うならもう新車買った方がいい。新車受注停止になっちゃってるんで。あ、受注停止になってる。そうなんです。だから新型のアルファード中古もめちゃくちゃ高いですよね今見たら。高いです。1000万とか普通に言ってますもんね。します。プレミアついちゃってる。プレミアついちゃってる。そうなんです。受注停止になって。そう。ええー。プレミアついちゃってるから。はい。え、予算はちなみにどれぐらいですか？リアルな、本当にこれぐらいだったら出してもいいかなっていう。まあ、100万。まあね、出しても200万ぐらい。まあ200万僕が乗る車じゃない、安いって言ったけど俺が乗る車じゃないもん。確かに確かに、うん、マリオくんが乗る車だからねみんな。あ、今配信してるんですか。あ、配信してます。すいませんちょっとそれ先に言われる。あ、いいです、全然いいです、全然いいです、はい、
なるほど。だからマリオくんが乗る車ってなるとね、200万だったら